僕は嘘つきだから、君のそばにずっといるよ、君の幸せを。なぜそもそもデタラメな日記が綴られることになったのか、そしてなぜそれを5人で回す必要があったのか。この最後の日記には日記を書いた主が神谷由紀子という女性を殺してしまったこと、そのことを告白する内容が綴られています。相川さん、その問題の日記書き出しを読んでみてください。これは嘘の日記帳だ。本当ではない。ここには嘘ばかりを書こうと思う。残念ながら嘘の日記帳です。それはデタラメや嘘ばかりが書かれた日記帳。そこに真実はありません。神谷由紀子の死はどうだっていうんだ。これは嘘だっていうんですか。ええ、嘘です。彼女は死んではいません。やめて、もうやめて。いい加減にしてください。中原さん、あなたが話せと言ったんでしょう。私は今日とんでもないものを目撃してしまった。見てはいけないものを見てしまった。私の見たものが本当だとしたら私は絶対にあの男を許せない。嘘つき。ゆき子さん、お加減いかがです。お加減いつもと変わりないです。そうですか。いつもと全く変わりないですか。ええ。そうですか。では私はこれで。あら、お医者様もう帰り？はい、また明日。また明日。